選挙違反の取り締まりを行います。衆議院選挙を前に警視庁は今日選挙違反取り締まり本部を設置しました。およそ2000人体制で警戒にあたります。警視庁によりますと、前回の衆院選から昨日までにポスターの刑事違反など19件警告をしたということです。警視庁は選挙の実態もコロナ禍で変化する可能性があり適切に対応したいとコメントしています。